3月から公演を中止していましたが、今日から再開しています。感染症対策のため、万歳は間にアクリル板を挟んで行うほか、決定したことが分かりました。勝湯地元議員が94人におよそ2570万円を配った疑いが持たれています。逮捕後、克行容疑者は不正な行為はしていませんと主張しています。また、安里容疑者は違法なことはしていませんと否認しているということです。関係者